大阪吹田にあるフィフストリートからお送りしてます。今日はですね、何をやるかと言いますと、サドルの素材、これね、これで、音が変わるかどうかっていう話をよくするんですけれども、ユリア樹脂プラスチックですね、このやつ、それと、今流行りのタスク、こういうやつと、それと、これが一般的によく使う牛骨ですね、この3本のですね、音の違いを実験してみようかなと思います。まず最初はユリア樹脂というやつですね。弦は EJ16 ダダリオを使ってます。ユリア樹脂は、これのオリジナル、デフォルトでついていた素材なんですけれども、今タスクに変えてみました。だいたい、こんな感じですね、タスク。最後に、牛骨です。で、今回録音に使った機材はソニーの MV1、 それと、ギターですね。これは、ヤマハの FG180 の50周年記念モデルというのを使わせてもらってます。それとですね、まあ、音の好き嫌いっていうのは人それぞれ、いいか悪いかとかじゃなくて、どの音が好きか、どんな音を作りたいかってことが一番大事なので、そのユリアがいいとか、タスクがいいとか、牛骨がいいとかっていうのは答えは別に出す必要はないと思ってますので、聞いた感覚で自分のフィーリングで選べばいいかなと思います。最後、牛骨です。はい、3種類試してみました。皆さんのお好みは何だったでしょうか。フィフスストリート、大阪吹田のライブハウスです。 GOTH で検索してぜひホームページもご覧ください。